はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。もう今日で1月31日、1日か、1日ということで、もう早いね、月末でございます。もう正月から1ヶ月経ったんだねっていう感じですけども、あっという間、マジであっという間、早すぎじゃないって思う。で、まあ、月末といえば体重測定ですよ。来たかと確実に増えてるから、もうわかるもん。あのね、ジーパンが入らない正月にね、確かにたくさん食べたんですよ。で、その後ね、まあ確かにちょっと野菜少なめだったかなっていう感じです。とりあえず計測しますか。まずは計測しますか。やだな、絶対ね増えてる。あ、そうか、12月も計測してなかったから2ヶ月ぶりか。はい、ということで、ちょっとテンション落ち気味ですけども、でちなみにそのね、2ヶ月間で計測してねえわ、1回も測ってない、2ヶ月間1回も測ってないです、体重。うん、そうそう、測ってないわ。まあいいや、とりあえず継続しましょうか。はい、ということで体重をね、測りたいと思います。ピッと押して0キロにピッとなっていきます。せーの、よいしょ、よいしょ、おお82.6キロっすね。これしかもちゃんとタニタのね、体重計でございますけども、やばいっすね、これは聞いちゃった。非常に大きくなっておりました。これは、知ってる限りほぼ過去最高な体重でございます。やばいっすね、これはやばいわ。最近ね、ジーパンがほぼ入らないんだよねとは思ってたんで、まあでしょうねっていう感じの結果ですよ。で、1月のね、その、まあ、ダイエット系のものを見てもほとんどねないんですよ。まあ、正月があったっていうのは確かにあるんですけど、そこじゃない、そこじゃないですね、その後なんですよ。あんまり野菜を食べてなかったなっていう、まあそれもね、ちょっと言い訳があります。一つはキャベツがすごく高いんです、今。普段ね、そのスーパーに行って買い物しない人は分かんないと思うんですけど、今キャベツが一玉400円するんですよ。こんな、しかも大きくないんですよ。まあまあ普通ぐらいのサイズで400円とか、あとね、普通に200円とかで売ってるやつもあるんだけど、なんだろう、持ったらすごく軽くて、でそれの半分に切ってるやつがあるんですよ。半玉って売ってるやつが、一玉を半分に切ってね、でこれラップみたいなのくるんで売ってるんだけど、もう中スカスカで、一玉はね、一玉一食で食べれちゃうなぐらいな感じで、なんだろう、でも今年キャベツがね全然育たないっていう話をねすごい聞くんですよ。まあ、だからこそ高いんだろうけど、これはね、キャベツに代わる何かって言ったら、もうもやしかな。もやしがやっぱ一番安いのかな。でもね、最近ちょいちょい考えてはいたんですけど、まあまさか、まあ体重がこんなにね、大きく、重くなってるとちょっと想像以上だったですね。食べてるもんが悪いのかちょっとわかんないけど、なんか太ってた。これはちょっと考えないとね。あと豆腐もね、結構週に3丁ぐらいかなは食べてますけども、そんなもうあれじゃないね、他のそれ以外の食べ物で、重くなってるんでしょうね。困った。最近確かにね、よくお腹が減る。なんか普通に食べてても、なんか知らんけどね、もう3、4時間後に腹減ったっていうのが多いんですよ。
食欲の秋、今俺食欲の秋みたいな、まあ、我慢すりゃいいだけの話なんだけど、なんかこうちょいちょい食べるっていう感じです。でお菓子もね、1月 の、 その初売り生とかでいろいろ買った時のお菓子はあの食べたんですよ。でその後なんかね、もうジーパンがなんかきつくっていうか、もう やべえなと思ってきてから、もうお菓子も一切、もうここ2週間ぐらいかな、全然食べてないんですけども、他でダメだったんでしょうね。意外と重くなってました。これはまずいね。まあ2月はまず80キロ切りましょうか。80キロ切ろう。どうにかしてね、まあメインは一応その もやしはもう、なんだろう、安定して安いんで、もやしをとにかくちょっと多め、もやしとか豆腐系、安いし、ね、豆腐は結構なんだろう、食べてるけど、そのドレッシングかけるんですよ。ノンオイルドレッシングとかで食べるんで、醤油はあの塩気があるんで血圧上がっちゃうんで、あれだから、ノンオイルドレッシング系で、あの青じそとか、あの辺で食べてるんですけど、まあ、ということで、2月のね、また待つ、2月は今年は28日までか、28日までですけども、なんとか今 2.3 だから、もうとりあえずその一気にっていうのはもうやらないですよ。だからずっと炭水化物はあんま取ってないんですよね。ご飯とかもう1週間に1回ぐらいかな、ご飯粒っていうのを食べてるのは。それがあんまりご飯粒もそんな食べてないんだよね。でラーメン食べてるかしたら、ラーメンも食べてないか、食べてないわ。なんだろうね、なんでそんなにあれなんだろうという感じでございます。はい、まあとりあえず2月の、目標は、79.9 以下に下げることですね。この辺までは多分いいや、その次だよね。ということで、まあ、2月はね、釣りにもちょいちょい行くと思うんで、まあどうかな、まあ、頑張ります2月も。はい、ということで、体重の1月のお知らせでございました。もうね、反省ですね。もうちょっと体重計に乗っていこう。そしてもやしを買おう。そう、もう何度も自分に言い聞かせます。以上です。皆さんもう体重お正月から増えてないですか？以上でございます。ご視聴ありがとうございました。だね。